そう、これは弟の服、弟の服着てます。借りがち。兄弟の服借りがち。そう、イヤーカフつけてる。可愛くないですか。鬼滅見た。もう私ね、聞いてください、鬼滅もうね大号泣だったんだけど、もうめっちゃいい、もうめっちゃいいとか思ってたら CM 多すぎて、 CM めっちゃ入るやん。だからこうやってって下向いてさ、でもう一回見たら CM やんみたいな。弟がひなの洋服着ることあるよ。そうだからもうなんか勝手にって感じ。今日 TikTok 撮ったんだよ、だから載せるね、見てね。そうそう、みんな言ってたよね。まあでも無賃、無賃、無賃列車、無賃乗車か、無賃乗車だから仕方ないみたいなさ言ってなかった。ちょっとなんかわかる気がする。でなんかいろいろ終わった後にさ、情報解禁、まあ情報量が多すぎてやばかったです。私もう追いつけない、追いつけない。よもやよもや、私のお兄ちゃんうまいんですよね、煉獄さんのもね。エメさん、エメさん、あとあれですね、引き続き DM 送ったんだって。忍さんのモノマネできないな。虫の呼吸似てなさすぎて。誰ですか。本当だ、かわいい。今日の洋服はゲス、ゲス。この英語の意味わかりますか。ゲス、推測する、正解、推測する、正解。なんかね、今日は久しぶりにメイクしたですけど、でもメイクしたといってもリップと眉毛とアイライン引いただけです。
いつでもできるやないかーいっていうね。感じでございますけども。アクセサリーいっぱい持ってるなって。でもほとんどファンの方からのいただき物が多いですね、皆さんの。ここ1年くらいで大人っぽくなったね。だって本当ですか、嬉しい。多分前髪長いからでしょ、それ。前髪長いからだよね、きっと。特に顔は変わってないと思うから、パッツンにしたら幼くなるよ、幼いひな子。わからんね。リップは何色が好きですか。うん、今ちょっと赤っぽいよね。ピンクか赤かな。でも赤はめっちゃもう真っ赤は嫌だよ。もう少しで18歳。やばくない？もう10月入っちゃうよ。だってなんかもうね、不安なのよ、これから先がね。もう18歳か。生誕 T 申し込んだって、ありがとうございます。そう、生誕 T シャツはパッツン時代の私の写真です。18歳に早くなりたい。だって、うん、なんか、うん、なんかね、若いままでいたいなって思う。だって今17歳がなんか可愛く思えてきちゃってさ、17歳でずっといたいなって思う時もあれば、早く22歳になりたいなって思う。なんで22歳かは置いといて、もう普通に大人になりたいみたいな。15歳とか懐かしい、ガキじゃん。なんか17歳一番花のセブンティーンって言いますからね。耳についてるのイヤーカフです。なんか挟むだけのやつ。ピアスとか入れてる人はしなくていいんだけど、開けてない人とか、開けない人とかの多分もの。今17です。だから大人になったらどうなるんだ、どうなってるんでしょうかね、私のこの感じ。リストゥ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 。確かにアリちゃんどうなんだろうね、楽しみだね。韓国コスメ好きですか？だって可愛いなと思うけど勇気が出ないですね。結局いくつになってあまり変わらないものさ。だって確かに変わんないよね。セクシー系になってそう。だってなってるかな、どうでしょうか。それはにゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫、猫ちゃっ
ちょっとちょっとちょっと。色気出てるかな。ひなちゃん可愛いだってありがとうございます。写真集出したいだって。写真集って何ですか。いや何ですか、嘘だね。写真集ってどういうこと、なんかあれってこと、裸になって写真撮るってこと。昨日鬼滅見ましたか。見ました、もう感動、泣きました。普通に その言い方は語弊しかないだって。そっか、どうでしょうかね。うん、想像つきません。今まだ17歳ですから、まだ高校生の領域ですから想像がつかない。全パラメーターって何？しーちゃん朝起きるの早いよね。僕3時のうち。3時はやばいね。まだ子供。ビキニは着たことないの。水着はありますよ、着たこと。どういうこと？プライベートでってことだよね。大家さんとか千織さんにいろいろと教え込まれてんじゃないのって。え、何をですか？そんなことないですよ。ねえ、17歳多いね。今日は、今は弟の服着てるけど白い服も着てた。昨日ね、ツイッターにパッツンのね、パッツンの時の時代の私を載せたんですよ。もうなんか切りたくなるけど我慢してます。なんかパッツン、なんかパッツンのが好きっていう人もいるんだけどさ、とりあえず伸ばしてみるってもう決めたから、伸ばしてみて似合わなかったら切りますので。似合わなかったらもう、私的には分けてる方が楽なんですけど、まあ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 、これから、まあそうそう、いろいろ試してね。私のパッツン時代見ましたか？懐かしかったでしょ。正直すぐ切ると思ってた。いや、なんか多分前の私だったら切ってるけど、今回はガチだったんです。パッツンね、この時もパッツンだし、これ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 もパッツンだし、
パッツンの方がさ長かったからさ、でも伸びるのにも時間かかるから大変だ。そう、意外とねパッツンの写真、あ、当たり前か、意外と持ってるんだよって言おうと思った時は当たり前か。これもパッツン、パッツンだと子供感があるね。ね、そうだよね。そう、多分パッツンのイメージの方が大きいと思う。YouTube に入って成長した、成長しましたよ。ひなこちゃん肩に乗せて砂浜をし、おお、転びそう。転びそう。顔めっちゃ光ってほら、肩車したことあるよ、めっちゃちっちゃい頃だけど。個人的にはデコが好き。てん、伸ばしたからね、ちょっと頑張るね、伸ばすの。とりあえず頑張ってみるね。ここら辺まで伸ばすから、ここら辺まで伸ばすんだけど、ちなみに今まだここなんですよ、ここ、あとこのぐらい伸ばさないといけないですよ。今日 TikTok 撮れたよ、たくさん撮ったよ、たくさん撮った。なんか何から載せようか迷うけど、まあ毎日投稿っていうことで、でここまで伸ばしたらかき上げ前髪とかしてみたい。で似合わないと判断、似合わないっていうか、ちょっと私はこれよりパッツンの方が似合うなって確信できたらパッツンにする。だから一生伸ば、一生もう切らないの、一生もう前髪切らないのっていう質問には答えれないです。そんな質問いつされたって感じだよね。だから切る時もあるし、多分完全に切る、完全に切らないとは言い切れない。という感じです。私の現状。金髪にする予定はないですね。してみたいって思ったことはあるけど、多分似合わないです。あと私宿毛矯正やってるからブリーチができないです。トゥル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 、
そう、私ね、癖っ気で縮毛矯正やってて、まあ別にできないことはないんですけど、その縮毛矯正とブリーチどっちもやるってできないことはないんですけど、まあ結構髪に負担が結構かかるんですよ。そう、結構思ったよりもすごく負担がかかって、なんかチリチリになったりするので、だったらそのまあ金髪はやってみたいと思うけど勇気出ないし、普通にまあ染めるとしても多分なんか可愛い色ミルクティーとか。でも私別にこの髪今も気に入ってるし、なんか地毛も茶色いんだけど、地毛の茶色さでもまあ別にいいって感じだし、まあ何でもいいんです。でも染める何色が似合うか教えてね、私染めるとしたら。そう、ブラウン系だから私ブルベかな。最近ね、ずっとすっぴんでね、配信してたから。ピンクってどんなピンク？まあ、ピンクじゃないでしょ。分か。グレーかかったやつとか、ちょっとピンク、ショッキングピンク、レモンティー、派手すぎずが合いそう。アッシュ、おでこかわいいだって。18歳になっちゃう、あと1ヶ月ぐらいで18歳になっちゃう。もう高校卒業待たずに染めちゃう。それはないです、それはしないです。もう誕生日あと1ヶ月くらいで迎えて18歳になっちゃう。18歳だよ、早くない？早い。18歳ってなんかいろいろ解禁される年でしょ？車の免許も取れるしね。いざ18歳になるってなったらちょっとびっくり。へそピアスはしないです。
原付の免許って何ですか？あ、そうだね、選挙。結婚式もできるねって。確かに、でもできるっちゃできますね。確かにそうだ。ピアスの穴開いてないです。開けてないです。どっちも、こっちも。知ってました？第1回目の選挙って、男性しか選挙参加、何、選挙の参加資格みたいなもの、男性しかなかったんですよね、選挙権持てるの。そう、第1回目のやつでしょ。そう、明治時代の話。そう、明治時代の話。なんでみんな知ってるの？逆に、ああさ、明治時代の話とかさ、なんで知ってるの？すごいね。なんかさ、千織さんの YouTube でさ、学力テストやったじゃないですか。見てる、見たくさ、さあった方は分かると思うんですけど。あれさ、もう一回やってみたい。なんかいける気がする。あの時はだって学問の勧め書いた人分かんなかったけど。みんなちゃんと授業とか聞いてるんだ。私中学校とかもやばかったですよ。なんかもう眠たくてもこんな感じ、うんみたいな。そう、福沢諭吉さんさんとか言って、福沢諭吉は学問の勧めをね、あと英語塾だっけ、英語塾、英語塾を慶応義塾大学って名前つけたんですよね。フレミングの右手の法則。こっちだよね。私こっち出しちゃった。次の1万円札になる人は奥原日奈子右と左に意味が、え、左と右両方に意味が、太陽系の惑星は全部言えない。それってさ、覚える必要あるのかな。それってなんか意味あるのかな。こんにちは。
子供銀行の一万円札は私でかいな音 ちょっと思った。将来行くかもしれんじゃんって。でかいな音、ちょっと面白い。じゃあこれは、あ、今一面のねグループが動いちゃってるんですよ。かかってきましたね。でも友達から、多分私が既読捨てちゃったから。言っとこうか。今のはちなみに綾乃ちゃんです。友達との会話はちょっと聞きたいなって。そうなの？お話配信してるんだ。綾乃さんの出演 OK だ。確かに。とりあえず今ね、ちょっと待っ、ごめんみたいな感じ。で私が既読しちゃったから。友達ともいつもの感じ、朝、もうほんとこんな感じですよ。おう、あおう、みたいな感じ。中学校の時のお友達です。フリック入力の音消せないのだって。いや、それさ、どうやって消すかわかんないんだよね。どうやって消すの？これでしょ？どうやって消すの？これ。これはイヤーカフです。友達多そうだって。全然多くないですよ。多そうってめっちゃ言われるんですけど、多いと思うじゃないですか。私少ないんです。マジで遊ぶ友達一面しかいないです。そうだから私の唯一の友達です。こんなに仲良く、すごい仲いいんですよね。大事な友達3人です。そう、3人としかね遊ばないかも。こう見えてそうなんです。そう、何でも相談できる。人見知りする方が、私めっちゃ人見知りしますね。ということで、そろそろランキングに読もうかな。私人見知りなんですよ、最近特に。学校ではすごくうるさかったです。いや普通に話すけど、遊ぶ、もうね、遊ぶ友達はね、そう、3人だけ。13位、プッチーニさん、ありがとうございます。12位、カッチアットマーク、ひなこしさん、ありがとうございます。11位、幻さん、ありがとうございます。
10位あやか、ありがとうございます。9位香港の春、マットマークひなこしさん、ありがとうございます。8位くじいらさん、ありがとうございます。7位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。6位エサッパチさん、ありがとうございます。5位香港編でアットマーク、ひなこちゃん神推しラブさん、ありがとうございます。4位 W アットマークひなこしさん、ありがとうございます。3位にゃんこアットマークひなこしさん、ありがとうございます。2位ひらっぴアットマークひなこにメロメロさん、ありがとうございます。そして1位は羽山さんでした。羽山さん、ありがとうございます。ありがとう。初対面でも普通に話しかけるタイプじゃないの？いや多分2人きりとかだったら多分話しかけます。人見知りに最近とかなくないって確かに自分で思ってるだけかもしれない、わかんない。なんかそういうね企画とかしてみたいな、ドッキリで私が知らない間にっていう感じで。だからみんな友達になろうみんな友達になって。ということでまたね、また TikTok もあげるから見てね、また7号後でね。じゃあバイバーイ。今何時？